皆様こんにちは。アポロガルエピソードの実況をしていきます。みそつねです。みそつねさんのサポートをします。ちゅうほろです。よろしくお願いします。前々回、春を人質に取られアポロンを捕らえてくるようウラカルに命令された乱蔵ですが、前回では早くもウラカルの命に背き、城に侵入して春と他にも捕らえられているカナも助けることを決意します。あらすじだけ聞くと乱蔵かっこいいように聞こえるけど、実際のところスーに全て丸投げだったんですが、一緒についてきてくれはスーみたいだけど、戦闘メンバーとして加入してくれなかったのが残念。乱蔵科学者だし、この時点でも天才以上とかなりの年だし仕方ないね。全乱蔵ファンが泣いた。あ、戦闘前の準備だけど、なぜかアポロンをガンマンにしようと画策しています。残りは救術師をレベル1上げるだけだからやってみようかな。ヒノタロウは前回魔術師で猛威を振るったけど、今回は気分を変えて召喚師で新クラスでないかと下積みをしてみます。というわけでキカロウ第4に出発だ。キカロウ第4、乱蔵の案内で知ることのできた秘密の牢らしいですよ。ふむふむ、なんか牢っぽい小部屋がたくさんある。厄介な敵は忍者に魔術師に猛者かな。ってこの猛者、レベルマックスやないか？連続ナイトインクラウドの悪夢再び、ですね。まあ今回も横に敵味方が分かれているマップだから、後方に下がりつつ強化かけていけばなんとかなるのかも。でも待てよ、ナイトインクラウドはかなり範囲が広いから、マイテオールとかけるために集合してるところを狙われたら一巻の終わりだ。つまりここは、アポロンで魔術師を影縫いして足止め、猛者にナイトインクラウドを一発撃たせ HP が半減したところを倒す。これで行こう。ちなみに猛者は回避が高くて影縫い当たらないのでご了承ください。よし、魔術師は移動不可にしたね。あとは猛者をうまく処理できるか。みそつねさん、蛮族が移動不可を即直したようです。やっぱりマイテオールとかけとけばよかった。やめろー。魔術師はスーの1個下にライディーン。避けられそうだしあんまり大したことなかった。残念ながらライディーンはスーの行動前に発動します。ガーン。とりあえず猛者は次の行動前に倒してしまおう。全然減らせてない。でも2発目もみんな耐えてくれた。これでとどめだ、くらえー。ナイスロビン、状況は依然として不利だけどなんとかなりそうな気がしてきた。アポロンはクラスで魔法の対象にされてるから隔離しておいたのさ。すぐ蘇生して反撃ののろしを上げろ。で、妖怪が発動されたんやつか。勝手に復活するの忘れてた。うわあ、逃げろー。死体消しを忘れていたみそつねさんをなじりたいところですが、猛者が遠くで死んでて死体が消しにくく即復活したので、覚えてても無理だったでしょう。だよねー。ですが猛者を倒さず、タイムクイーンの霊視線で止まり化させておけばもっと楽だったかもしれません。亡霊が死んだ直後にタイムクイーンの霊視線を発動させたみそがいるらしい。というかなぜアポロンが初ターンマイテオールと使わなかったのか思い出しました。サブが初歩技だったんです。はい。ということはこの配線、完全にみそつねさんのミスですね。じゃあ。こんにちは、僕、トマトちゃんです。メイデイグランプの時期にもなってるよ。よろしくね。それじゃあ頑張ってねー。どういうことなんだー。まだ一勝もしてないのに4分経ってるぞ。さっさと再戦するんだよー。みそつねさん、敵の召喚師はクラスレベルマックス。さらに MP183 で気力96、精神59もあります。高ステータス召喚獣が複数出される恐れがあります。気をつけてください。よし任せてください。今度こそ蛮術で強化して迎え撃ちます。見てくださいこの強化。かけすぎて弱体が見えない。これは負ける気がしない。負けんしだけに絶対負けんし。GGD ジャブですね。そう言っている間にも敵召喚師はブエルガルとバルナを召喚したようです。ならば私も召喚獣で対抗しよう。いけ、命令行く。みそつねさん、命令行くと敵の召喚獣のステータスです。ご覧ください。ふむふむ、ブエルガルは HP595 に攻撃99。
バルナは HP243 だけど攻撃値力85で回避71だと。対してミソツネさんの命令値は、あまりに貧弱すぎてステータス読むのもはばかられます。ゲックスで召喚獣は召喚師の知力と精神に依存したステータスになるってみたけど、ここまで変わるもんなんだね。バルナもヘルメスったけど、巻いておるとと風立てパワーで弱点の下ミラルド耐えれたー。しかもバルナが後方に下がって補助技使ってくれた。これはラッキー。しかしドエルガルが向かってきます。近接耐性ありで71ダメージって、やばいなおい。よしよし、熱波師は倒したぞ。幸いにも敵の召喚師は召喚獣にダメージを肩代わりさせる、ガーディアン、をつけていないため、うまく敵を切り崩して召喚師まで倒せたら勝機はありますね。ドエルガルはともかく、回避がおかしい。バルナは倒せる気がしないからそれしかないね。バルナがロビンにヘルメス、やめてほしい。ドエルガルも来た、鋼鉄パンチやめてください、うわー。敵召喚獣に当たらないと思ったらステルスしてた。これ以上ドエルガルが悪さをしないように気を通すよ。千葉で止まりかさせる。時を止めしやの止まりかは3ターンとタイムクイーンの霊視線よりも1ターン短いです。ですが MP 消費なしで射程もこちらの方が長くダメージも与えられるという良さがありますね。今回の戦い、ロビンが間違いなくキーマン。で、ロビン、ヘルメスやめてー。ロビンの残り HP は44、もう一度ヘルメスを食らうとやられてしまいます。ルナは空飛んでるし、動力8もあって逃げれないし、どうすれば、と思ったら命令イスがヒールを使ってくれた。ナイス命令イス。チルホロ先生は私の命令イスはステータスの弱い三流召喚獣だと言っていましたが、私は命令イスの攻撃ではなく、味方の補助と敵の攻撃分散を狙っていたのです。ここからはやることが明確になった。ロビンを守ってドエルガルを止まりかで無力にし、召喚師本体を倒す。ロビンの残り HP29、やばい。でも回復 PK で即座に回復だ。バルナの攻撃は命令イスが受けた。えらい。ロビンでドエルガルを止めながら戦い、10分ほど経過。敵もパン使いを筆頭に満足、アメーバと回復ができるクラスが多くて苦戦していますね。でもこのままいけばなんとか押し切れそう。って魚が飛び込んできたー。うおー、イモタロウがやられる前に魚倒せー。マイナス1号の手裏剣、あと13で倒せる。すかさずイモタロウのポリプーナでマイナス1号を即行動させる。連続手裏剣でとどめだー。よし、魚倒した。これでなんとかなるか。今度はバルナが来たやつでね。うわぁ、イモタロウ。良き占いがイモタロウの口に降り注ぐ。バルナに暴れ回られたら終わるから、その前に召喚し倒さねばならない。運よくアメーバが交代し、召喚師への道が開きましたね。ここで一気に決めるぞ。ブラーの暗黒剣。くらえよし、166ダメージ、あとちょっとで倒せる。はぁ、はぁ、あとはマイナス1号の手裏剣で決められるか。手裏剣くらえよっしゃ、召喚師撃破、召喚獣も2体消えたー。おめでとうございます、ミソツネさん。残敵も油断せずに倒していきましょう。ありがとうございます。というわけであらかた片付け終えました。暗黒剣士の素材欲しいけど、敵を不明してまで盗むのってどうなんだろう。私の友人に反するのではないかね。でも蘇生させてやった。ダークマター盗みまくってやるぜー。って何も持ってない？どういうことなんだ。おそらく一度死んで蘇生させてまで盗むという姑息な行為が禁止されているか、暗黒剣士が最初に死んだ時にダークマターをドロップして、以降手持ちから消えたかどちらかですね。ふむふむ、そういえば盗んでもアイテム消えないのっておかしいよね。実はそれがバグで、盗んだらそのアイテムが手持ちから消える方が自然だよね。よし、マップ右上で人間を星綿拾って残る敵倒してクリア。倒したー。上苦戦したけどなんとか勝てましたー。あ、でアイテムっぽいの拾えた。宝石、つわものだって、やったー。宝石、つわもの、倒した敵の数が1000人を超えると入手。だそうです。ほうほう、もうそんなに敵倒したのか。
それよりもミソツネさん、まだ1戦終わったばかりなのにもう10分経ってしまいます。このままのペースで大丈夫ですか？大丈夫です。ここからは超スピードで攻略していきます。とりあえずアポロンをガンマンにしました。数はついに熱波師に、長い下積み生活でしたがここから数最強伝説が始まります。巨人は訓練生になりました。超熱帯可愛い。と思わせておいてパン使いになりました。白衣可愛い。よし、準備完了したから2回目攻略だ。今回は4回攻略すれば終わりだから楽ちん。よっしゃー、久しぶりに数の攻撃魔法だー。ミソツネさん、命中率 44% しかないです。というか数の命中が23しかありません。え？そうか、数は首枠に HP 上がる首襟装備させてるし、武器のタオルは命中修正ないからか、なんてこったー。でもレベルも上げたいので毎月分数で命中枠の武器を倒しておきました。第2回目クリア、どんどん行くぞー。構成屋を見たら、ダークマター使う武器が2個も追加されていた。暗黒魔の杖は MP30、知力21、精神17、命中8も上がる超性能なので何としても欲しい。さっきの戦闘はすぐ終わったので数にうちは熱波を覚えさせて終了。羊角の首飾り装備させて命中36になったのでこれで戦えるでしょう。ヒカロウ第4、3回目、お目当ての暗黒剣士流。ですが他にも猛者、超人と強敵揃いです。気をつけてください、ミソツネさん。わかりました、チルホロ先生。猛者レベル8だからナイトインクラウド使わないことを祈ろう。どうやらレベル8だとまだ使えないようですね。やったー。でも分身は絶対回避するから、攻撃したキャラに経験値はいらなくなっていやらしい。暗黒剣士は臨界回路で攻撃力が150超えた。殴られたら一撃でやられそう。それよりも臨界回路の HP マイナス 10% コストで自殺する方が怖いですね。そうならないことを祈りつつ大幅カットだー。猛者はナイトインクラウド使えなくてもかなりの難敵でした。だけど芋太郎の神羅万象でとどめ。よし下になると、復活する前にすぐに下に行くダメでしたー。でもまた倒した。よし間に合った。お疲れ様でしたー。チタミラルドご当地は熱波で決める。パネッパ、パネッパ、パネッパ、パネすぎー。3回目もなんとかクリア。無事でボス戦だやったー。前回同様に横に伸びたマップなのにきついのはマップレベルが高いせいなのかな？マイナス1号が忍者になって強化力を失ったからでしょう。ガーン、でも私は味方の攻撃ダメージ100くらいで敵を倒していくことが好きなミソ野郎なのです。ひねくれている？あ、ダークマター手に入れたから早速装備作ったよ。もうここまで来ると装備代もバカにならないほど高くて金欠が加速するー。それとついにスタミラルドがガンマンにクラスチェンジできるようになりました。今こそセンタロンハットをかぶるとき。そうか、ガンマンはルカモチーフだから女の子っぽい服なんだ。芋太郎だと似合ってたんですけど、スタミナルドだと変質者へ。以上は言わないであげてください。というよりもこのこと、アポロンが今回序盤にガンマンになった時点で気づいてましたよね。でもスタミラルドもクラスチェンジすることを考えて必死にスルーしていましたね。やめろー、このことはもうおしまいだー。マイナス1号は忍者で二刀流覚えたので超人に戻りました。けど結局二刀流は外して、弓と弓コテを装備した模様。サブ武士で五輪使うなら戦能力が必須だから仕方ない。あと弓なのは超人技も射程が伸びるみたいなこと X で見たからです。そしてボス戦へ、うおーやったるでー。うおー魚ランドだー。おおお楽勝だろうと思ってたけど、ボスがこれ越してくるー。攻撃しようにも反射しない弓のリアクション PK でダメージ無効な上、移動させられてやばい。お魚の群れに飛び込んでしまったブラー。ブレインウサギは遠距離攻撃で倒すしかないね。幸いにもマイナス1号の五輪宣伝があるから楽勝だ。こっち来たらやばい。うわぁ止まれー。ロビン。ロビンは不憫。うぐぐぐ、早くボス倒したいけどまた巻き込むの怖いから後回しにしよう。お魚祭りの時間だー。
ビチビチ、ビチビチ、ビチビチ、ビチビチ。お魚祭りはこれにて閉幕。ありがとうございました。なかなかに楽しいひとときでしたね。ブレインウサギもゲットして終了。ボス戦でしたが難なくクリアできましたー。クリアおめでとうございます、みそつめさん。やりました。お魚のシナリオもらえるかな？やったー。祭りはまだ終わらないぜ。アーデル丘陵、白地下。残像の案内により、カナが捕らえられているローへと俺たちは行き着くことができた。かな。随分と遅かったわね。あまりに待ちくたびれて、ここが気に入りかけていたところよ。シラス口が叩けるなら大丈夫のようだな。当たり前じゃない？これくらいでくたばるような回答じゃないわよ。カナの前に乱像が走り出て、春のことを聞いた。それって多分あのメガネの女の子よね。兵士に連れて行かれるのを見たわ。でもどこへ連れて行かれたかはわからないわね。以上、第47話でした。うおおお、カナ仲間になったー。でもね、一つだけ言わせてもらってもよかですか？あなたのお仲間、将来の娘さんのコスプレしてますよー。うわぁ、明日ミラルドのイメージがー。自分で勝手にコラ画像作ってダメージ受けている。まあなんだかんだでアポロン数が好きです私。仲間になったカナは専用クラス解答。なんだけど最大 HP 低すぎない ?128 って辛すぎない？そういえば公式ページのランキングを今更見ましたが、どうやら進行度50日で終わりなようです。イベント戦闘も最低1回、もしかしたら2回あるかもしれないから、通常マップ攻略はあと2回ぐらいかもしれない。新しく育てるには短すぎるので、カナは建設要員として使っていくよ。ところでカナの初期装備、カナのゴーグルが TP 上昇後に命中8もある上、初期 TP プラス45という超性能なのでいただいておきます。今のとこ TP 一番使うマイナス1号に装備させよう。ありがとうカナ。なんということ普通は第2防御シナユニゲット。これで戦力アップと他の防御シナユニが併用できる。アポロンはオートテクニカルと移動 TP 回復をゲット。アポロンのガンマンは TP 関連シナユニを取るための主要だったのさ。ロビンは天術師にクラスチェンジ。これを極めればロビンは完成する。最後に順位確認。さあ今回は上がってるかな？前回より12位も上がって192位です。おめでとうございます、みそつめさん。おお、思ったより上がっているね。レアアイテム手に入れたのとカナが仲間になったのが大きいのかな？ストーリーは次回大きく動くに違いない。楽しみだー。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。